どうもダイキングです本日も動画見ていただき ありがとうございます。今回、ブラックフライデーの先行セールがですね、始まりましたので、今日11月22ですね。ブラックフライデーね、かなりガジェット類とか、まあ、アップル製品とかもそうなんですけども、まあ、おそらく1年の中で一番安いじゃないかなと思いますので、まあ実際、かなり安い解 <laughs> 読製品いっぱいありましたので、ピックアップして見ていきたいと思いますので、あ、前回の動画もね、買う前の準備編みたいなところ前回の動画で結構話してますので、チェックしていただければなと思います。こちらも。ということで、早速、 見ていきましょう万歳するぞはいということで,、えー、とことでブラックフライデー 先行セールが始まりまりした、はい、ちなみに先行セールとはブラックフライデーの対象のセール商品が、まあ、一部先行してですね、22日から発売者で、ねえー、始まります。22と、まあ、23日ですね、明日お休みっていうのもありますし、でブラックフライデー、本ちゃんワイ24から始まりますが、こちらのセール期間中も全てのお客様にセール価格でご購入いただけるということで、先行セール期間中に在庫切れになるケースというのもございますので、めご了承くださいということで、まあ、実際ね、 製品だったらですねこのゲーミング周辺機器とか、まあもちろんね、食料品とか、えー、飲料とかもね、えー、と全部紹介いたしますので、ダイソンとかね、まあこういったルンバとか、まあ生活家電とかですね、季節家電とかはかなりいいんじゃないかなと思います。見ていきましょうか。これはね、散財の予感しかしない。そうですね。キャンペーンがね、この Amazon Music Unlimited だけね、えー、今3ヶ月無料でございます。はい。音楽聞き放題。もうこれだけ。 とちっととけばいいいかなと思いますね1億曲以上がね、着放題。プライム会員でもさらに上。プライム会員は100万曲ぐらいだったかな。3ヶ月無料でございます。なので、これは入っていていいんじゃないかなと思いますね。はい。もちろん期間中に開約すると0円でございますので、今回紹介する製品に関しては、この Amazon フロントというところで全部まとめておりますので、例えばえっと以前紹介したこういった iPhone15 Pro のおすすめケースとか、そういった類もまあかなりセールになったりしてますので、まあ、これ一覧で、ね でね、非常に見やすいので概要欄貼っておきますので僕ね全部見ていくの大変だと思いますので、まあ、この赤くなってるのがセール商品で分かりやすいのでしていただければなぁと思いますこのブラックフライでちょ、ね、うどね食料品とかも紹介しますのでとことでまずはね amazon デバイスから見ていきたいと思います基本的に、ねえっと、ブランドごとに、ね、分けて見ていこうと思いますので有名ブランドですねエコショー5でございますはい、まあ、こちらも買ってよかったものでも紹介したものであの音がねすごい良くて今回でディスプレイもまあ 綺麗。まあ、綺麗になったのは <laughs> で、アレクサの反応も良くなりまして、オーディオとかね、この後半の向上させる、ん増設とか、まあ、プロセッサーも良くなりました。で、夜も見やすいスクリーンになったりとか、これ今ね、半額なんですよ、言ったら。<laughs> 自分風ね、9908円で買ったんですけど、1回に1であっていいと思います。はい。てか、もう1個僕買おうかなと思ってるぐらいです。はい。エコーショ w の15ですね。こちらも大きい、まあ、これもアレクサ入ってるんですけど、一覧的にね、こう、もちろんフォトフレームとして使ったりとか、まあ、今日のこの予定とかですね、あの ここであとプライムビデオとかも見れたりまあもちろん音楽流したりとかもねできますまああの fireTV がねここに入ってるので、はい、こうやって付箋貼ったりとかまあスマートフォーム使えたりとか一覧的にねこう見えるのが非常にいいかなとまあ壁掛けのねディスプレイなので、えっと、23%オフですね7000オフになってるので これいいな。次が、えー、とエコーポップですね。こちらはまあスマートスピーカーで画面がないタイプになりまして、まあ、普段5,980円なんですけど、今、1980円になっておりますので、まあ、アレクサ、ね、気になってたけど、まだ手軽にね、導入したいなって方は非常にいいんじゃないでしょうか。まあ、天気とかね、まあ、ハンズフリーでやっぱね、聞けるっていうのがいいと思いますね。まあ、スマートホームのね、見合わせれるんで、あと、あと Fire TV Stick の 4K Max ですね。まあ、こちら、えっと、買おうかと思ってるんですけど、僕は、まあ、新しい世代が 出まして今回はえと初めてセールだと思います。4000円オフ。まあ、40%オフなんで、ね、まあ、4K ドルビービジョンとか、ねまあ、Wi-Fi6E に対応したいとか、まあ、中のチップがですねまあ、賢くなっているのでまあ、テレビにこう HDMI 挿すだけで使えると。スマートフォームのえー管理とか、えー、まあアレクサも入ってるんで、ね、使えるかと思います。おすすめでございます。あとまあこのタブレットだとね FireHD10 がえー30%オフですね。1じゃ一1万3980円になっております。こちらもね10位に で最大13時間のバッテリーということで、まあ、使いやすいのかなと思いますねまあ、漫画とかね、えー、まあ非常に本が読みやすいサイズ感かなと思いますまあ、8インチとかもねあるんですけどまぁ、あ、価格とかをね考えると非常にバランスがいいのかなと思いますまぁ、あ、もう少しね小さいタイプであればさらにもう少し安めで 8インチとかもね、あるので、こちらもいいんじゃないかなと。まあ、さっきのが新しいタイプなんで、まあ、おすすめかなと思います。20、まあ、今年発売のモデルなんで。で、えー、とスイッチボットですね、まあ、スマートリでホーム化できるんですけども、こちらで、これね温、温度計と湿度計、湿度計が一体になってるタイプで、えー、ここも僕もね、使ってるんですけども、まあ、リモコンついてるタイプ、まあ、エアコンとかですね、まあ、扇風機とか空気清浄機とか、けど、赤外線のこのエアコンのタイプだと、全部これで一括で、 操作できます。なんで、アレクサで操作したりとか。はい。まあ、グーグルとかもいけますね。エアコンつけてみたいな感じで、えー、僕も使っております。これね、めちゃくちゃ便利です。これ1個でね、全部ハブになりますので、まあ、ここを通して、こう、いろんな家電を操作するっていう形になります。これね、めちゃ、あの、おすすめでございます。あと、このスイッチワットカーテンかな。これ新しいのがね、まあ、最近出たんですけど、これもね、セールになってまして、 で工事不要でカーテンにつけて自動でこうカーテンを開けれることができます。音がね、まあ結構静かになったりとか、まあ充電とかね、充電で駆動させる感じになります。最大16キロまでいけると。はい、まあパワフルでか、まあ賢くなって結構パワフルになったなっところはあるので、ここね非常に便利。まあ第2世代もね、もう少し安めで使えたりするので、まあ、試してみたいよって方はまずこっちでもいいのかなと思いますね。この5,900円のタイプもあるので、この後ね、ロックセット、セットがね、いくつかあったんですけど、 これなんでさっきのエコーポットとスマートハブ、ウィッチボットと、あとこれね、家につけるタイプの鍵なんですけど、これね、非常にいいです、この鍵。自動で、まあ指紋認証でピーって開げれたりするんで、セットがね、すごいなんか安いんだよね40。40%オフ近くなるので、まあいろんなね、白のセット。 このお目覚めセットとか <laughs> これね結構安いんで普通に単品で買えより全然安いので結構いいかなと思いました、はい、このスイッチボトンのロボット掃除機 K10 プラスでアクセサリーも付いてるんですけどもこれもえっとレビューさせていただいたんですけども小型かつ世界最小級のですねロボット掃除機になって小型なんだけども中身は非常にね性能がしっかりしたもの 入っておりますでゴミ捨て不要になって、はい、モップ掛けもね一般普通のシートっていうかなまあ本当に100均で買ってきたペーパーとかつけて使えるんでまあ、そういった意味ではあの経済的にもいいかなと思いましたはい、まあ、日本のね家に合わせて作られてるので、はいまあ、大体やっぱ欧米向けにね作られてるものが多いのではいということでアンカー製品ですねまあリバティ4はね、えー、まあこれは気になってた方は買っていいんじゃないかなと思いますねまあここまで安くなることないので、まあ、全部ね、えー、全部入りのノイズキャンセリングノイキャンイヤホンでございます いますので、まあ、まずイヤホンね使いたいっていう方はこれでいいんじゃないかなと僕は思っておりますはい <laughs> あとこの ufi のセキュリティスマートトラックカードですねこれと財布に入れて iPhone ですねこの探すアプリに対応してますので、まあ、iPhone と iPad アップルデバイスで落とし物の位置がこうわかるっていうねものになります僕も結あのこれ実際入れて使ってるんですけどカード2枚分ぐらいの厚さでで忘れたらこう通知とかね iPhone にきますので、まあ、離れるとね位置情報が離れるとこう通知とか来るんでこれはね入れといていいかなと思います めっちゃ便利ですこれでこれワイルス充電ですね 5005000mAh のモバイルバッテリーになりますまあマグセーフ対応ですね iPhone12 以降であれば今全部対応してますので、まあ、ケーブルなしで充電することをできますでスタンドが付いてるのでまあ、これでパススルー充電しながらですねまあ充電充電スタンドっぽく使えることもできるのでこのスタンド付きがね結構いいかなと思いますこのブラックのカラーだけではあるんですけどそうですね30%オフぐらいにはなってるのであとこの511チャージャーですね 持ってるんですけどこれもうなかなかあんまこのね値段見たことないですね2440円は結構安いと思うすごいね小型なんですけど3 5センチ四方かななんで500円玉ぐらいのね体積的には何ていうか大きさ的にはぐらいの大きさで,で 30W あるんでまあ MacBook Air はねいけますねこれで僕充電したりとかはいまあ、iPhone もちろんね iPad とか何でもいけるのでこれね非常にいいですめちゃくちゃちっちゃいんでこれ。 でパワフルなんで3 5センチ四方なんでねこれもねパワーラインフローかな絡まないケーブルも僕も使ってるんですけどもこれも安くなっております、はい、まあ、シリコン素材ね絡まない絡まないっていうのもそうですしちょっとねこのバンドがついてるんでたた、えー、んていうの持ち運ぶ時もね綺麗に収納できるんですよね うん、これが非常にいい点かなと思いますで色もね結構いろいろあるので合わせやすいかなとまあさっきの30後ね落ちと合わせて買ってみるとかはいいと思いますねこれ最近出た安価なのチャージングステーションがまあ電源タップになるんだけどもまあ平らなタイプで上にこう電源タップになってて usbc かな2つとタイプ a が入ってまして67ワットなんで macbook pro も充電できるかなと思いますね はい、6台一気に充電できるんで、まあ、薄くてコンパクトで持ち運びやすいっていうのがね、いいかなと思います。場所をね、選ばないっていうのが、はい。最近出たやつなんで、はい。で、これも買ってよかったもので紹介した、アンカー647チャージングステーションですね。こちら、えっと、100W 対応で、これね、ちょうどもう1個買っても僕いいかなと思ってましてあの、リビングに置いてるんですけど、ちょっとね、電源ポート、仕込み口はね、6個あります。で、USB-C ポートと A ポートも1個ずつ入ってて、 で、面白いのがね、USB-C ケーブル巻き取り型のタイプが収納されてるんですよ、あのここに。ここにぐるぐるって入ってて、まあ、使うとき出して、使わないときはこう入れておけるっていうね、昔の掃除機みたいなケーブルのね、機構になってて、これがね、すごい便利なんですよ。まあ、なんでこういったまあ会議スペースで、複数人で使うのもいいですし、まあ、いろんなこうデバイスをね、充電できるので、1 0 0トまで対応してるんですごいいいです。<laughs> これは一家に時代。 欲ししいですねボーズいきましょうかボーズクエトコンフォート45最近ねあの新しいに出たんですけどもまあ基本デザインはそんな変わってないのでこれ2万7,000はね安いと思います、うん、あんまり見たことないなちょっと今あのキーパー死んじゃってるんであれなんですけど、うん、まあ新しいモデルがね今あるんですけどもそうですね3万ちょっとぐらいがね見たことありますけど、まあ、この価格はあんまり見たことないですねでまあ音もよくて、まあ、もちろんね装着感とか全然いいんでノイキャンねまあ十分強いんでね、まあ、今新しいモデル4万円 ぐらいするのでまあカラーがねそ、まあ、グリーンとかこっちあるんで、まあ、選んでもいいと思うんですけど、まあ、基本そんな見た目は変わってないと思うん、うん、これでいいかなって僕は思っちゃうとはいえこのねトラヘッドフォンっすかなこれもね以前紹介したんですけどもこのね今4万5万 ててるんんでででぐららい売れたすよねね最初ね今回こ,のここの機構が変わってあとタッチセンサーがね、えー、下に、えー、これですねついているのですっごい使いやすいですこれ <laughs> でウルトラって名前だけど意外とね軽い 250g で装着感も良くて非常にコンパクトにね持ち運べるので,でホワイトもねいいなこれね非常におすすめ ですこのクワイエトコンフォートウルトラも、まあ、これも最近出たモデルなんですけど今使っております。てこれもちょっと最近までね39,600円ぐらい4万円ぐらいしてたんですけど3万3,000円まで来たので結構買いなんじゃないかなと思っておりますまあ、ノイキャン音ですねまあ、装着感も非常によくて今ね僕今メインで完全に使っておりますので。 はいこれもまあセールのタイミングで買うのありかなと思ってますそんなになかったんですけど BOSE のソロコンのサウンドバーかなシリーズ2っていうまあ、エントリーモデルのやつがこれも2万6000円ってあんまりそうだね安いっすよねこれね見たことないよねこんな価格になのほぼ1年ぶりぐらいの最近やっぱ値上げとかがされてるって 気がするのでサウンドバーねこのエントリーモデルとしていいかなと思いましたのでちょっとこれ気になってます CIO いきますまあ、日本のねこのガジェットメーカーみたいな感じなんですけど利用 20W の1万ペアはモバイルバッテリーですね、まあ、iPhone2 回分ぐらいはいけるかなと思いますでこれで充電量表示されて Type-C が2つ付いておりまして非常にこれねコンパクトなんですよしかも2台いけるともね名刺ぐらいのサイズ感でで 20W 出るんで まあしっかりと、何、えー、ていうか、フォン2台を割と高速充電、ね、で、このコンパクトさがめちゃめちゃいいですよ。ケーブルまあ内蔵型が良かったら、この USB-C のスマートコピーかな、プロっていうやつがケーブル内蔵型なんですよね。なんで、これだけ持っていけばもう充電できるので、これも1万ミリアンペアで3 5ト対応しているので、まあ、MacBook もね、いけるかなと思いますね。パススルーもできますし、あとまあライトニングモデルもあるので、iPhone14 までの人はライトニングかな。まあ15は あったんでねこれがありがたいですよね、まあ、他のものもいろいろ充電できるしあとこの壁差しの電源タップがね地味にこれいいなと思ってましてあ消えちゃった USB-C がねついてるんですよねあと A と、まあ、普通のあのもちろん電源もあるんででこの干渉しづらいというかね 67W か出るんで、まあ、しっかりと。<laughs> 使えるんでね、これ1個持っときたいなと思いました。CIO のアップルウォッチの充電器ですね。充電器プラス、これなんとね、モバイルバッテリーにもな,なるんですよねでし。で、ちゃんとこの、このコネクタ部分が収納できるっていう。 これは結構です、ね、なんでまあそうですねマックとかにこう刺したさしながらとかまあ出先でねこう充電するとかもできるのでまあ刺しながらモバイルバッテリーも充電できるしねまあ 950mAh なんでそうですねまあアプローチ1.5回まあウルトラなら0.80%ぐらいはいけるかなっていう感じではありますねパススルーも対応してますのでこれすごいいい商品ですよねはいそれで毛布とねいきたいと思うんですけどもこれパソコンスタンドねこれ今ねちょうどもう今使ってます <laughs> めちゃくちゃ使ってまして薄いんだ だけどまあ1年に1回ぐらいねまあ、結構ヘビーに使ってると下手っちゃうんですけどまあスタンドやっぱ持ち運ぶの大変なんで持ち運んでる感覚がないので,で目線がこうしっかり上がるんで非常にこれおすすめですこれはもうねみんなつけてほしいつけた方がいいんじゃないかって思ってる僕はあとこのスマホスタンドの最近ねこのモバスね対応し対応というかね耐久強化版がね出たんですよねで磁力が素材もそうなんですけど、まあ、結構かっこいい感じで磁力がね 前のやつねちょっと弱かったんでここはねしっかり上の部分もマグネットが強化されてここもついてるんですよねだ重さもねちょっと増えてるんですが磁力が非常に強化されたモデルになってます、まあ、新しく出たんでね15%オフクーポンありますので、えー、チェックしてみてくださいこの辺かマルチスタンドも今回えっ、ー、とねまあ10%オフクーポンかなこれも最近出たモデルなんですけどまあいろんな角度でこう使えますので 結構僕もね動画撮ったりしますねかなりこのヒンジ部分がねしっかりしてるのでちょっと斜めにしてもねえー、お重い iPhone つけても全然ぐらつかないんでこれ、ね、非常にいいですね横向きで使える使えたりもしますレザーケースもですね iPhone15 Pro セール対象になってますねまあ15%フクーポンで独自素材がねまあ今回やっぱりあの Apple 純正もねレザーケースがなくなってしまったので肌,肌触り良くてレザー好きな人はかなりねこれ向いてると思いますね しっかりまあ守ってくれて、まあ、デザインもいいのでカラーもね割といろいろあるので僕はこのグレーがおすすめですけどね <laughs> でちょっと ESR 製品かな、はい、iPhone15 Pro のこのケースセットかなこれ紹介したやつだと思うんですけどプラスフィルムと,、えー、とケースクリアケースとでカメラフィルムもね全部セットになってまあこの2000円ぐらいの価格というね、うん、まあそもそもも 高くないけど磁力ねもう多分つけてますかねこれねこのケースしっかり守ってくれてまあクリアでつけてるんですけどなかなかいいですサンプラリーのね対象でもあって。 たような気がするるんでい,いと思います iPhone 15かかもあるかな、まあ、クリアとかいろいろケースもねありますので,でこの3はマグセーフ充電器この折り畳みのやつもね安くなっておりましてこれ持ち運べるポーチが付いててア w プローチの部分をね取り外せるんですよねで 3-in-1 で全部充電できますので充電スピードがねまだ、あ、7.5あったのがちょっとかあの見れてないんですけどもで運びできてまあ、コンパクトっていうのがね 117g なんで結構軽いと思 思います、ねまあ家でも使えるしいろいろこうねアップロッチだけ使うみたいなこともできるので非常にいいかなと思いました西洋のタイプだとこのね 3-in-1 充電器かなこれもえっともちゃんとねアップルの公式認証も入っているやつでこのねアップロッチの部分がね、えー、取り外しできて 15W だったと思いますね確かに、ねまあ、高速充電できてこの磁石でねカチッとくっつけて 充電ででできるんでこれもいいですよねなんかまあ売れるよなっていう気がする <laughs> まあベルキンとかのやつがね結構有名ではあるんですけど今回紹介するの忘れてたんですけど、まあ、ありますん、ね、でチェックしてもらえばと,あとこの車載のワイヤレス充電器、まあ、充電こうマグセーフでできる 15W のタイプもこの値段であるんでなかなか <laughs> まあエアコンのね とこにつけて車ね磁、はい、力も強いんでこれね地味に便利なんでダッシュボードにこうつけたりとかできますんでピタカなんですけどもこのアラミドの一体型ケースこれフィフィティンプロ用ですけどもこちらもセールになっておりますこれもしっかり守ってくれて肌触りがね非常にいいんですよねまあもっと薄いタイプもあるんですけどまあこれ全体守ってくれるタイプなのでまあ僕はこっちがどっちかっていうとおすすめ ではあるんですけどブルーとかも出てるな動画でで紹介したやつですあとこのリングマグイジグリップもセールになっておりましてこれもかなりねこのリング部分がしっかりしててそう薄いんだけどこの角度調節ここのリングの部分がかなりしっかりしてるんですよ、ね、なのでしっかりホールド感があって使いやすいという結構グラグラしちゃうねリングが多かったりするんですけど、はい、なんで横にしてスタンドに。 として使ったりとか持って行きます。3はマグセーフ、充電器もセールになっておりました。18%オフこのね。ここがええー、とモバイルバッテリーかなが一体型になっててまあ、挿すとね。そのまま充電されるんで、これがね非常にいいですね。 はい、まあスピードは 5W にはなっちゃうんですけどねモバイルバッテリーはまあ単体で 7.5W になりますで後ろで AirPods とかが充電できるかなと思います、うん、モバイルバッテリーのね充電忘れることやっぱあったりするんでそれがなくなるのがいいですねでこうくるくる回したりできるんでカチャカチャカチャってね ちょっと家電系でございますね。これバルミューダーが、ここ多分新しいモデルかな。はい、一9 0 0 0円でなかなかいいかなと、はい。グレーとかもあるな、かっこいいな。うん、まあバルミューダうまいから普通に。ね、まあ新しいモデルですかね。なんかプロとかも最近出てましたけど、バルミューダーはやっぱ美味しいです。プレッソね、が、このカプセル付きのがちょっとお得になってましたね。 イニシアかコンパクトでねこのやっぱカプセル入れるだけでできるんで非常に楽ですねはいでサンプルが14個ついてるんで結構いいなと思ったいろんなこうね味が楽しめるんでまあ普通に美味しいしね、まあ、エスプレッソだけどブラックもまあありますね黒もあるんでまあコンパクトなのがやっぱいいですよねこれね、うん、あとこのラテシマもね いいんですよこれも結構ねクリーミーなやつが友達の家にあったのがなんか飲んだんですけど非常に美味しくて <laughs> 楽でしたラッテが好きな人はこっちがの方がいいかもしんないふだも結構いい値段するんですけどね基本的にこれ結構コスパいいなと思ったとか1320円をフクポンあるのさらに <laughs> UCC のドリップポットのタイプこのねコーヒーとかこっちはね紅茶とかお茶も飲めますが入って。 で基本エス,ネスプレッソみたいな感じだと思うんですけど、まあ、こっちもコンパクトなんですけど、まあ、価格が非常に、まあ、さらにリーズナブルになるというか要するにちょっとね限定カラーとかは <laughs> やばい、ね、売り切れになってきてるんでちょっと早めに買った方がいいかもしれないですね。ここれれだかかから円ぐらいで買えるのかしかもこれ ねキットもついてくるんでここね、まあ、買うと大体50円60円ぐらいでしたわね、うん、まあ、こうやって別売りであるんでこれを買ってもらうみたいな感じになりますまあ日本のエスプレッソと一緒かな感じですかね、うん、このデロンギのオイルヒーターが2 9800円ということで少しお安くなっておりましたねこれ普段どれぐらいだか2万5000円ぐらいなのがオイルヒーターまあ あったかいんですよね下からあの温めて24,800円で、ね、温めてくれて乾燥しないですよねやっぱクーラーとかどうしてもね乾燥しちゃうんで下からこう温めてくれる感じね8から10乗におすすめでございますシャープのプラズマクラスターこれも加湿セラミックファンヒーター加湿とファンヒーターがついてるタイプで これも 15, 円、はい、19, 円でしたね確かに加湿器としての機能もついてるし、まあ、フィルターの自動洗浄とかもね入ってるんで3.1リットルは、ねまあ、結構容量があるかなと思います、はい、暖房と、まあ、加湿をこう同時にしてくれるんで使いやすいかなっていう感じですね。ホワイトもあるね。 買おうかもやってますはいこの貸し付きね山前家電になんか迷ったらもう山膳買っとけばいいんじゃないかってぐらいね本当にこうスタイリッシュなデザインでまあ、機能もねまあ、十分ねあって、まあ、非常にこのコストパフォーマンス高いというか切り替えボタンでまあ、シンプルな感じではあるんですけど給水とかまあお手入れがねまほんと上から入れるだけなんで簡単なのがね まあ非常にスタイリッシュですよね。ホワイトとかグレーとかもあるな。この価格でなかなかね、買えないかな、普通はなと思います。普通、まあ僕が使ってるこの電気ケトル。これはね、非常に使ってるんですけど、まあドリップケトルね、これ先が細くなってるんで、まあ、ドリップコーヒーもね、できますし、温度がね、50、そうですね、50から100度まで1度単位で、ねえー、調整できたりとか。で の取りり外しがちょっとやりやすくなったみたみい今多分僕従来品使ってるんですけどちょっと取りづらかったんで温度がね50から100度まで僕のタイプ多分60度からなんですけど赤く設定できてはいまあ、保温もできてこれはねすごいいいです、うん、しかもこれタッチセンサーなんですよねここがねボタンとかだとねやっぱねなんか濡れたりとかねして経年劣化で壊れちゃったりするんですけど これ結構ね、全然壊れないです。結構 3, 3年以上使ってる気がするけど、はい。ということで、Apple 製品いきます。お待たせしました。AirPods Pro ね。これが今回、まあでも目玉かな、今のところ先行セールの中では。まあ、USB-C のモデルで、えー、まあ定価39,800円かな。うん、まあ3 8,000円ぐらいだったと思うんですけど、確かね。3 3,800円。これは安いと思います、正直ね。8,000点以上購入されました、うん。これもなんで僕も買おうかなと思ってます。USB-C にね、変えようかな。まあ便利なんでね。 アップルウォッチがいくつかあったんですが、これが 45mm の、えー、シリーズ8かな ?GPS セルラーモデルなんで、あの画面が大きい、ちょっと大きいタイプの方ですね。まあ、男性とかは僕は 45mm の方がいいかなと思いますけどね。まあ、シリーズ8で、まあ、9が出たとはいえ、えー、全然これで、えーまあ、そんなに変わってないんで、<laughs> いいと思います。これでね、正直。もう1個ね、えー、と安いタイプ、41mm。画面が少し小さいタイプだと、 こっちはでもセルラーじゃないかな。えっ、ー、とまあ4万、まあ、5万を切る価格でありますので、まあ、安く使いたい方はこれでもありかなと思います。セルラー GPS モデルなんでなんていうか電波をまあアプローチ直接受信するみたいなことはできないんですけどまあ別になくても大丈夫と思うんで正直ね、まあ、それがしたい方は向かないかもしれないんでまあ、さっき GPS、えー、セルラーモデルかなにしてもらった方がいいと思うんですけど。 まあ大体 iPhone と一緒に使うんです、まあ大丈夫かなと思います。と、このステンレスのモデルだと、これ結構いいかなと思って、シルバーステンレスと、えー、ミラネーズループですね。これ僕、えっ、ー、とね、モデル。まあ僕シリーズ7ですけど、今使ってます。まあ、高級感とかって意味では、やっぱりこのステンレスのモデルの方がありますね、やっぱり。さっきのえっと、アルミなんで、まあこの光沢感とかがね、えー、少しないので、このブラック、グラファイトのモデルもありますので、これ結構ね、 お買い得だと思います7万9,000円だった4 5ミリだしね、はい、ウルトラも、えーまあ、10万円を切るような形で、えー、ありますのでこれも結構ねいいんじゃないでし、まあ、バンドはちょっとタイプによってあったりなかったりするんですけどバッテリ、ねまあ、画面が大きいっていうのと、まあ、もちろんこ強いっていうのはあるんですけども、まあ、バッテリー持ちですねまあおそらく一番、えー、メリット感じるところだと言えば 40、まあ、倍1.5倍ぐらい持つので、まあ、ウルトラ2もねあんまり正直変わってないんで全然ウルトラで僕はいいと思いますねはいあと iPhone サ、えーテミニがまあこれ整備済み品ですが7万ぐらいでこれも結構ね安いんじゃないかなと思いますねあんまり7万円前半ぐらいはそんなに僕見たことない気がするんでそうですねうんタイムセールの時ぐらいかなまあ普段7万6千とかはいまあ下手したら8万円台の時もあるんで かかいいいいななななと思いますにはそんなに安くないかな、うん、で、サ、えーティンプロのこのグラファイトがね、えーまあ、ついにもう9万円台に突入いたしました。ただ、まあ、在庫がもう一つしかないので、これは、あっ、戻った、在庫。<laughs> 価格がちょっと上がっちゃったかもしれないですね。かだったらあるかもしれないね。サーティンプロ全然ね、いいと思うんで、まあ、非常にこのシエラブルーとかでもいいんじゃないかなと思いますね。今回 m マッ o o ックウェアの,、ね、の M2 のモデル、僕も使ってるんですけども、これね、えっと、256かな、g バイト b y t e 普通に使うんだこれで全然十分です。まあ、薄くなって、M2 チップ入ってるんで、まあ、動画編集もね全然、まあ、メモリ 8GB とかでも全然使えます、ね。うん、もうこれはいいとか買いというか、まあ、僕も毎日使ってるんでとか、今ね、使ってるし。<laughs> はいまあ、僕はあの ミッドナイトミッドナイトだけねちょっとセールになってなかったんですけど他は安くなってましたねちょっと日常雑貨的なところでねバッササッといきたいと思いますそのこのソニックケアねこれ僕も使ってるんですけどこれはいいんですね <laughs> 電動歯ブラシでもうこれね充電台の充電台がついててここに上に乗せとくんでなんか充電忘れとかがねないんですよしっかりまあモーターフィョイーンって動いてねめちゃくちゃ汚れ落ちますはいなんでこれはまだ使ってない人はね電動歯ブラシ使った方がいいと思います強さ設定はできないけど、うん いやでも十分かなと思うこれで正直なんであとまあノニオですねうんこれはまあ安定のやつ2つで600円なので、まあ、薬局で買っても先高いですからね本当にねデザインがいいんで使ってます <laughs> まあ爽快感とかもねやっぱしっかりありますしねフロスフロスも付いてるあとまあこのクリニカのフロスも、まあ、1本あたり10円というところで。 はい、初心者全部使いやすいすなのでこの間ね取れなかったりする時ありますんでね。この辺り10円とか使いやすいですよね。うん。品をやっぱねこういう時に買うのありですよね。はい。あとまあバブーでございます。とこれ入れるだけでやっぱお風呂のねテンションがやっぱ上がり上がるんで。プンって入れるだけだから。で結構いろんなこう種類。ラベンダーとかでめっちゃいいんですよね。この香りがね。いや、ゆずゆずこのやっぱ寒い時期はね。 欲しくなりますよねバブ30円です1粒あたり56畳入ってますかねまあでもねのバースもね結構いいんすよね30畳かねまあギフトとかまあ一回結構話題になってめちゃめちゃ売れてましたけど重曹入浴剤で、ね、これ入った時になんか柔らぐっていうかね何なんだろうねこれね面白いですよねすごい泡,泡立ちがすごくて <laughs> 30個入り9個とかどうなのんだろうあま全然安くなってるんでここねちょっとまあ贅沢としていいと思いますフレイクリームシャンプーですねこいつも毎日使ってるんですけどああ ハーブローズとか。うん、なんか出てますね。これ知らんかった。なんかね、なんかも、ね、うヘッドスパです、これ。家でできるヘッドスパ。まあ、炭のあれなんですけど、すごいね、泡立つわけじゃないんですが、髪がね、すごいサラッサラになる。なんかわかんないけど、キューティクルしっかり補修。これはちょっと一回ね、使ってみてほしいです。サラッサラになる。トスパーみたいな感じですね。で、この激落ちくんがね、これ、あの、かわいます。鏡の曇り止め。コーティングタイプ。曇らない。もうすぐ曇っちゃうんでね。まあ、気になったときに、こう、さっとね、この曲がった構造がやっぱり <laughs>、 ややりすすすそうとと思って、はい、曲がってて曲、ね、が使いますとか買いままか買ヘアオイルねニールっていうのが読み方わかんないけどこれも使ってるんですけど香りめちゃくちゃいいですねアップルフラワーでねで割とね大容量であって持つと思いますねでこれをつけてのフラガリにねつけて寝ると全然この寝癖がかなり違うというかしっとり感があるんでめちゃくちゃいいですいろいろまあ、あの香りはあると思うんですけど普通におしゃれでいいそうチャンピオンのトレーナーが、えー、安くなってました よかったらどうぞ、うん、安定できやすいっていう早着 <laughs> になってます僕の <laughs> グレーもいいけどな普通になネイビーこれブラッどんどん在庫切れになってきている <laughs>、まあ、これグレー系はやっぱりねなんかチャンピオンって感じがするんでいいなと思いますねやばい在庫がなくなってきておりますプロテイン餃子食料品ですねこれようやく、えー、買おうかな前回えっ、ー、と売り切れてたんでタンパク質をただただ取りたいというねだけでございます1 3 6ム一キロはいとえーまあ普通の餃子もねあるんで 大容量パック嬉しいんだよな。結構餃子ね、なくなっちゃうんですぐ。で、えっ、ー、と、プロテインバーですね。ザクザクチョコも。はい。もうプロテイン大好きパネで。イールチン配合でございます。1本あたり116円で。まあ18本入っていますので、まあちょっとしたこうおやつみたいなところでも結構食べますね。 うん、ちょっとまあ健康を気にしているという。<laughs> と言いながら、えー、とカップヌードルシンガポール風落差はまあこれは美味しいよな149円最近やっぱ180円ぐらいで、ね、高いっすよね普通に買うとね。でこれはやっぱ美味しかったよねココ,ナココナッツ好きだったらねこれ絶対あのハマると思います、うん、ココナッツ好きなんでまあ結構好き嫌いあるじゃないですかさっさっとねできるのがさすがカップヌードルとはいえやっぱこのカレー飯もねこれはでも発明だと思うわ。 円最近これもさ300円近くすると思うんでなんかコンビニ買うとなんか280円とか考えた人すごいわでれてこんな米っぽい本当にカレー飯だよね本当にカレーご飯ができちゃうんでこれはあのもう発明と <laughs> 言いつつねこのバターチキンもうまいんだはいでバターチキンの方が安いんだなバターチキンうまいんだよもうこれ捨て<ステ> <laughs> 生捨てインドのカレーよりうまい、うん、僕はあのインドに住んでたことあるんですけど こっちの方がうまいです <laughs> インドのカレーよりはいバターチキンね美味しいからねそもそも。あとこの伊右衛門の濃い茶ですねこれも1本あたり70円ということでやっぱこの濃いお茶ね結構美味しくてね藤井聡太くんもね美しそうな顔で見てますね。 はいいごめんなさい <laughs> で6 0 0トル入ってねでも売れるようって感じしますねとか普通に美味しいあとこのラベルレスの,このバナジウム含有のミネラルウォーターまあバイアマゾンまあアマゾンの、えー、プライベートブランドだと思うんですけども1本あたり47円ということ、まあ、これでも安いからな千二十四2 4本入りで1100円でなかなかの安さだなまあコードもなかなか37七、まあ、飲みやすそうだなっていう感じですよねはい ミネラルウォータータでございます、まあ、水買っといてもいいかなと。お茶といえばこのサントリーのウーロン茶ですね。はい。この一1本70円。安い。まあ、コンビニ買うと最近今ね、100円、120円ぐらいしますね。多分ね。もっとするな。なんだかんだこのサントリーのウーロン茶って、めちゃくちゃうまくないですかね。なんでこのうまいんだろうな。フロウーロンもね、いいんですけども。あーとこのママのね、えー、とボロネーゼ。これね、前買ったんですけど、これでも4月か。普通に美味しかった、これ。 6個入りでまあ、300円400円もいかないか300円ぐらい1個あたりもう濃厚ボロネーゼトレイが入ってるんでもうこのまま食べれるんですよでチンしたら濃厚、えー、ボロネーゼで、まあ、チーズも入ってるんで意外とボリュームあってねうまかった普通にうまかったこのまま食べれるのがいいなと思いましたそこでやっぱ松屋のね まあ、牛めしはもうもううまいよこれはねでこの乳酸菌入りがあのおすすめです、はい、なんかお腹の調子が良くなる気がする100億こって書いてあるけどいいんだよねでレンジでね3分かな確かね600ワットだと3分でできるんでそしてもうあとは本当にあにご飯にかけるだけなんでとかだったりまあ僕最近はうどんにかけたりとかですねあとまあ他の一品料理としてねなんか出すとか小皿にして出すとかまあいろいろな使い方が実はできるんで これはめちゃくちゃいい。<laughs> まかにいろいろねセットもあるんでまあ見てみてください。で今最近食べてこのテーブルマークね、えー、こ,れこれ10月のセールで買ったやつか10袋を着てひたすらこれ食ってますね。出 <laughs> 汁がついててねちょうどいいなんか量がちょうどいいかもしれない、まあ、すちょっと少ないっちゃ少ないんですけどここもさっとあのお湯で茹でて食べるだけ、まあ、テーブルマークなんでやっぱりまあこのうどんのコシみたいなのがしっかりしてて食べやすいですね。 うん、あうどんのこしって書いてあるわ関西のうん関西の人がこれいいかもしれないないりこだしはン、い、ドきうどんですねまあそういう感じでございましたで今回紹介した商品も食料品とかだとここに入ってたりするのででまあ随時ねちょっと追加していきますで以前紹介したやつとかも入ってるのでこのバドワイザー0とかねうわホエイプロテイン忘れてたな チルアウトは安くなってないけど、また随時あの追加していきますので、ぜひね、えー、概要欄からあーまとめて、概要欄にまとめておきますので、チェックしてみてください。このね、まあ、アクセサリー類とか貼って良かったやつとかもね、えー、ありますので、はいこのね、こちらの動画、少しでも良かったなと思ったら、えー、高評価とね、 チャンネル登録お願いいたしますはい今、まあ、冬になってきましたしねまあこの11月に、ね、やっぱブラックフライデーっていうのは非常にね争奪戦でもありますしガジェット類は本当に安いのでそこ,こ気になったものあればまあ、早めにもうカートに入れて買っといた方がいいんじゃないかなと思いますカートに入れていくと売り切れてたみたいなこともまあ僕も ね、実際あるんですよ何回かね気になるものはもう買っといてもいいかなと思います先行セールがあってまあそのまま続いていきますのでということでまた次回の動こでお会いしましょう良い一日お過ごしくださいじゃあまたねー探すの大変だったよ本当 <laughs> いやでも安いな本当に安い先行セールでこれだと思うやばいよ